やくらけです。しゅうです。ゆき、最近どのブランドもカラーが豊富なアイテム出してると思いませんか？多いですね。まあモノトーンもかっこいいけどさ、カラーをうまく取り入れられてる人ってやっぱりかっこいいし、女子受けもいいと思うんだよ。春らしいしね。でもトレンドとしてカラーがあっても取り入れるのをためらってる人も多いと思うのよ。で結局ね、迷って黒になるってね。そう、みんなそういうパターンが多い。そんな迷える人たちに朗報、今年トレンドのカラーを取り入れたコーディネートを紹介しまーす。この動画を通してね、色の使い方をね、ぜひ参考にしていただきたいと思います。それでは早速いってみましょう。じゃーん、まずはこちらでーす。ブルーの組み合わせ方ですね。今回はグリーンのアイテムと合わせてみました。ブルーとグリーンって馴染みやすくて色同士が喧嘩することないんですよね。ブルーと白パンツも合うし、カーキと白パンツも合ってて、ここのインナー同士も合ってるから、まあ絶対合うアイテムだよね。この色の組み合わせだと爽やかながらにちょっと男らしさもあるっていう、いいバランスの取り方してるよね。それでは次行ってみましょう。せーの、じゃーん。続いてはこちらでーす。ピンク。ピンクは淡い澄んだブルーと合わせれば、初心者でも簡単にコーディネートが組めます。インナー普通は白 T とか合わせがちだけど、うん、水色入れることでよりトレンド風になるよね。こういったピンクの色使いの方が甘さを軽減できるし、まあ、コーデも組みやすいっていうのは、まあ一つのポイントではありますね。続いていきましょう。せーの、じゃあ続いてはこちらでーす。イエロー。ブラウン。あ、それはお足の肌の色じゃん。春に第一印象いいカラーといえばイエローなんですよ。それはイエローの持ち味なんです。これ今ダークブルー合わせてるんだけど、この蛍光ブルーとかでも相性いいよね。でも初心者が一番最初に合わせるときにハードルが低いのはやっぱダークブルーだと思って、今回ダークブルーを合わせました。初心者に寄り添った動画なのでね。はい、この色はすごいいいんだけど、どこに使うかが問題で、パンツは要注意ね。この色をパンツにしちゃうとちょっとさすがに難しいから、こういう風にポップスから入っていくのがいいと思います。続いてのカラーいきましょう。せーの、じゃーん。続いてはこちらでーす。パープル。パープルは個性的だし大人っぽい雰囲気をまとえるので、僕は個人的におすすめですね。パープルって結構エッジが効いてる色じゃないですか。はい、それをねベージュのパンツと合わせることで雰囲気をもう全体的にこうマイルドにしてくれるっていうのが色の組み合わせとしてのポイントですかね。やらしさを感じさせない優しい雰囲気に仕上がるよね。はい、続いてのカラーいきましょう。せーの、じゃーん。続いてはこちらでーす。薄グリーン。濃いグリーンよりも春夏らしいこちらの薄いグリーンがね今トレンドですよね。ファッション感度の高い人が注目してるカラーで、馴染みがいい色だからすごく合わせやすいんですよね。この色ね結構多い、いろんなブランドのアイテムで結構見る。だからいっぱいアイテムあるから自分に合ったのを選ぶっていうのでチェックしてみてほしい色ですね。これは続いてのカラーいきましょう。せーの、じゃあ最後はこちらでーす。オレンジ。オレンジ。アクティブ感のあるオレンジのトップスを選ぶと男らしい仕上がりになりますよね。黒多めのコーデにやっぱオレンジが入るとビビッと映えるよね。あ、それ差し色ってやつですね。そうです。うーふー、底辺 YouTuber。 ダックインをすることでもうスタイリッシュな雰囲気に仕上がっていきます。はい、今日はトレンドのカラーを使ったコーディネートを紹介しました。いかがだったでしょう。これを見て君もカラーマスターだ。使いたい色と、まあ押したい色あると思うけど、まあ俺オレンジとかイエローでも、なんか俺からし系っていうのを今年いっぱい使っていきたいなと思ってるから、今回の動画でカラーの組み方を少しでもみんなに勉強してもらえたら嬉しいですね。主張が強い色同士の組み合わせももちろん良かったり、このトーンで合わせたりとね、差し色としてね、はい、といろいろ組み合わせがあるのでね、自分のねスタイルに合った組み合わせをねぜひ探してみてください。というわけでこのチャンネルではトレンドやおすすめのアイテムなどを紹介していきますので、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。僕たちの SNS 概要欄の方に貼ってあるので、そちらの方フォローお願いしま す。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ガチャ、いってらっしゃい。